1956年制作のアメリカ合衆国の映画マーク・ロブソン監督暗黒街の黒幕によって操られているボクシング界の内幕を暴いた社会派フィルムのワールハトバの脚本で知られるバッド・シュールバーグ原作の小説の映画化主演のハンフリー・ボガートの遺作またマックス・ベアやジャーシー・ジョー・アールコットといった元ヘビー級ボクサーが 出演している。失業中のスポーツライターのエリは、ある日、ボクシングプロモーターのニックからトロモレノという、新人ボクサーの売り出しを依頼される。だがトロは、7フィートもある巨漢ながら力量はない、見かけ倒しの男で、実はニックが相手を買収した、八尾町試合で勝ち進んでいた。やがてトロは、前ヘビー級チャンピオンのガスと試合を行うことになったが、その試合でガスは、 トロのあっけないパンチに倒れ、脳出血で死亡してしまった。トロを見せ物にして、甘い汁を吸うニックのやり方に行き通りを感じたエディは、次の対戦相手ブラナンとの試合を前に、これまでの試合のインチキをトロに暴露した。真実を明かされたトロは、八百チなしの本気でブラナンとの対戦に臨むが、あっけなくダウンし、入院する羽目に。翌日、トロのために、エディが、 ニックのところに受け取りに行った金は、百数十万ドルの収入のうち、わずか四十九ドル余りだった。しかもニックは、トロをイカサママネージャーに売り飛ばして、見せ物にしようとしていた。金のためには、血も涙もないニックの態度に腹を据えかねたエディは、義教心に目覚め、完全と立ち向かうことを決意、ニックから受け取った金をトロにそっくり渡して、彼を、故郷のアルゼンチンに逃がしてやる。 そして、この一連の出来事を題材とした、殴られる男の記事の原稿を書き起こす。主演のハンフリー・ボガートとマイク・レイン。原作及び、本作の新人ボクサートロは、プリモ・カルネラがモデルとされている。カルネラはプライバシーを侵害されたとして、訴訟を起こしたが、敗訴した。ありがとうございます。